はじめまして、千葉県松戸市の中華料理店トントンで3代目店長をしています池田穂香です。この度お店の密着取材をしていただき、その様子をまとめたデジタル写真集が発売になりました。私のプライベート風ショットも収録されています。この写真集をきっかけにお店に足を運んでいただけたら嬉しいです。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。もともとこのお店が私のおじいちゃんのお店 で、おじいちゃんがちょうど私が高校3年生の秋ぐらいにがんが発覚してしまって、でその時にちょうど私がコロナ禍で高校に行けない期間だったので、お母さんと一緒にずっとおじいちゃんの闘病生活を支えてたんですけれども、その時におじいちゃんがもう本当に自分のことを一番に心配しないといけないのに、ずっとお店のことばっかり心配している様子とかに心を打たれて継ぐことを決意しました。その頃からアナウンサーにはなりたかったので、もう学生の期間の間だけっていう約束をして始めさせていただきました。最初はもう本当にアルバイト経験も一切なかったので、もう毎日朝とか夜とかも残って練習したりとかして、でもうやっとって感じではあります。バズったきっかけは完全にステーキチャーハン、大食いの方だったりとかに注目していただけたりとか、 YouTuber の方に取り上げていただいたりとか、そこからです。今10時に来てくださったお客様もステーキチャーハンとか食べられる方いるので、私も作りながら驚きます朝からステーキって。最初はトントンの日っていう日があって、10月10日にある日に何が出るかわからないチャーハンっていうチャーハンをお客様にやっていて、その時に当たり商品として本当にあんなに量はいっぱいなかったんですけど、少しだけ載せたものをお客様に提供したら、結構それが人気になって定番メニューにしてほしいっていう風に言われて、する時にジェンジェンが隣でもっと載せちゃえっていう風にちょっと煽られて、結局なったのが1ポンドっていう形です。もう結構私たちがもう大食いっていうところがあって、自分たちが食べて満足するものをお客様に提供しようっていう気持ちから始めました。でおじいちゃんも結構お客様を見て大盛りにしたりとか、お腹いっぱい食べてほしいっていう気持ちがすごいあった人なので、そこはおじいちゃんの気持ちを引き継いでるなって思います。これから5月にスタミナ冷やし中華っていうのとか、冷やし中華の新しいものまだ未定なんですけれども出す予定です。お肉の量が選べたりとか、冷やし中華は多分4種類です。はい、ダメじゃないプライベートの時間はもう月曜日と火曜日の学校以外の時間だけです。学校帰りに友達と美味しいものを食べに行ったりとかはしてます。でも本当にもう食べることが大好きなので、もう焼肉とかジェンジェンと行くの大好きで、その時とかはもうご飯大盛り2杯は絶対食べます。素敵なスタジオで素敵な方々に囲まれながら、皆さんに可愛いって言ってもらって、もうこんな可愛いって言っていただけることはあんまないので、すごく照れながら楽しく撮影できました。雰囲気とかはつかめたかなって思うので、もっともっと可愛く撮っていただけるように頑張ろうと思います。出会いは幼稚園生の時に幼稚園が一緒だったことです。で両親がもう仲良くて2人でシェアハウスして暮らしながら今働いてます。 SNS も最初はジェンジェンはインスタグラム、私は X っていう風にこうもう毎日どんぐらい見られたか言い合ったりとか、フォロワーこんだけ増えたよっていう風に最初は言い合ってました。韓国の方からの影響がすごく多くて、お客様にニュージーンズファンの方がいて、アリーナ席にいるみたいだったって言われたからもうここに来るためだけに来てくださる海外の方とかがいらっしゃるのはすごく嬉しいなっていうふうに思います。今
味。そう、読めない字も。そうですね、多いです。毎回翻訳して見てますね。アナウンサーになりたいって思ったら、でも本当に小さい頃から、物心ついた時から、私がもう一人でテレビを見て学校に行くっていうことが本当に多くて、でその時にやっぱり朝見てるニュース番組のアナウンサーの方が行ってらっしゃいって言ってくださるのがすごく嬉しくて、毎回それを見て私も学校に行っていたので、そういうふうになんか勇気を与えられる人になれたらなっていう思いが最初は強かったです。お店をやりながら、お店の定休日はもうアナウンススクールに自分のお金で通ったりとかはしていたので、どっちも頑張ろうっていう気持ちは強くありました。最近もうどうしてもアナウンサーの夢を諦められないなって思ったのが、激レアさんを連れてきたっていう番組に出演した時に、やっぱりその自分の話をした時に、弘中アナウンサーがやっぱりなんか一番大好きだったのはおじいちゃんだったんだねっていうことを言ってくださって、その言葉に本当に感動してしまって、出演してよかったなってもう心の底から思えたので、なんかもう自分でも気づけなかった気持ちを言葉で表現してくださったので、そういうアナウンサーになれたらいいなっていうふうに思ってます。その言葉にも励まされました。私が普段着ないようなお洋服を着れたりとか、こうやって撮影していただけてすごく楽しかったです。最初はすごく緊張していたんですけれども、やっぱり中華料理店で働いている姿とはまた違う新しい一面を皆様にお届けできるんじゃないかなって思ってます。私を通してもっとおじいちゃんの味を皆さんに届けられるようになったらなと思ってます。後に来てくれている子たちにもどんどん私たちの技術を教えて続けていけたらいいなっていうふうに思ってます。あとはやっぱりもう海外の方とかからもすごく人気なので、通販とかもできたらいいなとか、お店も2店舗目出してくださいって言われることがすごく多いので、もうどんどん店舗も展開できたらいいなっていうふうには一応思ってます。千葉県松戸の中華料理トントン3代目店長の池田穂乃香です。この写真集をきっかけにお店に足を運んでいただけたら嬉しいです。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。